海上自衛隊最新鋭潜水艦タイゲイ型の配備が続々と進む中、7番艦の起工式が三菱重工で行われたとの情報をキャッチしました。今回は、タイゲイ型潜水艦3番艦ジンゲイが横須賀配備で、世界最強化を詳しく見ていきますね。潜水艦を売り込みに舵を切った防衛省、ネックなのは、現地建造でしょうか。台湾の潜水艦が、タイゲイの小型版に見えるのは私だけでしょうか。タイゲイ型はまだまだ進化していきますね。海底 900M から18式魚雷マジでやばい。最後まで見てくださいね。2023年度末にあたる2024年3月8日、海上自衛隊の用の戦力の一つである潜水艦隊に最新型のタイゲイ型の3番艦のジンゲイが加わり、神奈川県は横須賀基地を母港とする第2潜水隊群第4潜水隊に実戦配備された。2022年から海上自衛隊では潜水艦隊の22隻体制を確立させており、基本的には毎年1隻ずつが収益を果たす代わりに、旧型の潜水艦を1隻退役させるか、もしくは練習用潜水艦への監視の変更を行うことで実戦配備数を保持している。海上自衛隊内での潜水艦隊の実戦配備数の状態は、今回のジンゲイを含めて神奈川県の横須賀基地が10隻、広島県の5基地が12隻という配分となっており、大きく日本列島を東西でカバーする形となっている。ちなみに、今回のタイゲイ型の3番艦であるジンゲイの建造を行ったのは三菱重工業者の神戸造船所であり、同所は太平洋戦争後の日本において、このジンゲイの完成をもってちょうど30隻という節目の建造を行った状態となった。三菱重工業者と並んで海上自衛隊の潜水艦建造を担っているのは川崎重工業者の神戸工場であり、くしくも日本の現在の潜水艦はいずれも神戸から生み出される体制であり、両社が学年で新造艦を収益させている。この度無事実戦配備を果たしたジンゲイはタイゲイ型の3番艦であることは前述した通りだが、この点だけを捉えて例年通りの配備が行われたと考えれば、内訳は最も古い親潮型が7隻、前級の総流型が12隻、最新鋭のタイゲイ型が3隻と思われるかもしれない。しかし、実際には、今回のジンゲイの実戦配備では、内訳は、親潮型8隻、総流型12隻、タイゲイ型2隻で22隻体制となっており、昨年2023年と変わらない布陣のバランスとなっている状況である。最新型のタイゲイ型のジンゲイが戦列に加わったにもかかわらず、なぜ、昨年までの分布と同様な構成なのかといえば、今回は、最も旧式な親潮型が外れるのではなく、2022年に収益したタイゲイ型の1番艦にして、ネームシップのタイゲイが外れたためである。では、なぜ、最新鋭であるタイゲイ型の1番艦、タイゲイが実戦配備を外れたのかといえば、同艦は、今後の新型潜水艦を建造する上で、各種の試験を担う試験潜水艦へと、艦種の変更が行われたためというのが、その理由である。従来の海上自衛隊の潜水艦においては、次期潜水艦の開発を進める上で必要となる試験潜水艦という役割は、特定の艦艇を指定するのではなく、実戦配備中の艦艇が、持ち回りで、その任務も行う手法で行われてきた。したがって、今回から、初の専任としての試験潜水艦へと艦種変更が行われたタイゲイが022年に就役し、実戦配備22隻体制を確立したとはいえ、それらの中で稼働する艦艇は、試験潜水艦としての任務を持ち回りで兼務する状態であった。これが、今回、専任艦として、タイゲイを、実戦制配備の22隻体制の枠組みの中から外した存在とできたことで、実質的に、見かけの上では、同じ22隻体制の潜水艦隊とはいえ、内容としては体制を強化したと言ってよいだろう。タイゲイ型は海上自衛隊の中で最新鋭の潜水艦であるとはいえ、その外観や機能や機関部の構成といった主要素は前級である総流型を発展、拡大したいわば
その延長線上にある官邸と考えて差し支えないと思われる。しかし、今後の次期潜水艦では、その外観や機能について、抜本的に刷新された純粋な新型艦となることが予期されており、その実現を図る目的で、最新型であるタイゲイが、あえて、初の専任の試験潜水艦に抜擢されたと見るべきなのだろう。さて、今回、実戦配備の運びとなったジンゲイだが、最新鋭のタイゲイ型の一隻として、公表されたスペックは、基準排水量が約3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートルという規模となっている。この艦隊に、ジンゲイ派通常動力型の攻撃型潜水艦として、従来通りのディーゼルエレクトリック方式を採用しており、川崎重工業社製の 12V25-25SB ディーゼル機関を2機と、モーター、そしてリチウムイオン製の蓄電池を搭載している。この機関構成自体も、毎級である、そう、竜型の最終の2隻である、11番艦以後の形式を踏襲しており、それらで実現された、世界初の実用化された、リチウムイオン蓄電池搭載の量産型潜水艦という仕様である。ちなみに、タイゲイ型のベースとなった、総竜型の場合、最終の2隻は、基準排水量が2950トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.3 メートルと公表されており、わずかに小型であることが伺える。さらに、初期型の、そう、竜型の10隻が後期型2隻と異なる数値である点は、基準排水量が50トン少ない2900トンであるという部分のみであり、この点を考慮しても、そう、竜型とタイゲイ型に、規模的な部分での乖離は小さい。水中排水量が4000トンを超過する艦隊というのは、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても、最大の規模であるといえ、この分野に限れば、海上自衛隊の潜水艦隊は、非常に優れた艦艇であることに、異論の余地はないだろう。今回のジンゲイをはじめ、海上自衛隊の潜水艦は、攻撃型の通常動力型潜水艦としては、標準的な兵装が施されており、その主兵装には、艦首部に設置された 533mm の魚雷発射管6門が搭載される形式となっている。ジンゲイは、この 533mm 魚雷発射管6門から、最新型の潜水艦搭載用の長魚雷である18式長魚雷を運用することが想定されており、同魚雷は、一つ、前の89式長魚雷を更新する兵装として、2021年度の末から配備が行われている模様だ。18式長魚雷は、従来の89式長魚雷に比して、デコイ等の敵の目標艦艇からの妨害手段に対処する能力の向上が図られているといい、かつ、比較的に水深が浅い沿岸部や、東シナ海といった海域での運用を視野に入れて開発されたと召されている。この点からも、海上自衛隊の潜水艦隊が、今や、日本の最大の仮想敵国となった中国を念頭に置き、有事の際の主戦場となる海域が、東シナ海や中国沿岸部を想定していることが伺え、目標には、水上艦と潜水艦の両方が含まれている。また、533mm 魚雷発射艦からは、アメリカのマクドネル・ダグラス社製の対艦ミサイルである、潜水艦発射型の UGM-84 ハープンミサイルも運用が可能であり、同ミサイルのブロック2と呼ばれる L 型は、限定的ながら一部で対地攻撃用途にも対応しているとされている。この UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2の最大射程はおよそ 250km 弱と言われており、昨今の日本では、敵元攻撃能力を、政治的には反撃能力と表現して、その保有の正当性が打ち出された状況となっている。しかし、すでに、UGM-84 リッターハープンミサイルブロック2においては、限定的で長射程とは言えないまでも、その能力を有しているわけで、南西諸島の防衛に向けては、複数開発や調達中のスタンドオフミサイルをカバーする兵装と言えるかもしれない。ジンゲイを含むタイゲイ型は、
機関の最大出力はおよそ6000馬力、水中の最大速力は20ノットと目されており、この数値も従来の親潮型や双流型に比して向上したとは言い難いが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界でも有数ではあるだろう。日本の海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴は、通常動力型の潜水艦として、原子力潜水艦では到達が困難な静粛性にあると言われているが、実際に有事の際にこうした兵装を使用すれば、その位置が特定されることの回避は難しいとは思われる。日本悲願の純国産戦闘機開発を進める中、新進の次はいけると感じていましたが、どうしても日本の欠点コックピット周りの強化を図るために、次期戦闘機開発はイギリスとイタリアとの共同開発で、海外輸出も視野に入れて現在進行中です。今回はそんな次期戦闘機開発の進捗状況を詳しく見ていきますね。第6世代戦闘機の壁が高く、F-35 戦闘機を超える戦闘機開発が難航しているのも事実でしょう。ステルスで、総発エンジンが各国とも条件でしょう。次期 XF-9 が本気でヤバいかもしれませんね。日本は、イギリスとイタリアとの3カ国共同での次期戦闘機開発を進めており、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの名称が冠された同プロジェクトは、太平洋戦争の敗戦後、日本が初めてアメリカ以外の国と軍事兵器の共同開発を行う点からも注目されている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの名称からも見て取れるように、このプロジェクトは、次世代のグローバルな航空戦闘システムの開発を行うことを目的としており、単なる戦闘機単体の開発に止まらない。中でも、今後の航空戦力の分野は、戦闘機といえば、現状のような操縦者が登場して操作を行う有人戦闘機に加えて、それらに随伴させ、その管制下で、各種の任務に従事する無人航空機にまで及ぶことが予想されている。そのため GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでは、有人戦闘機に加え、そうした無人航空機との連動も視野に入れた開発がなされる予定だが、そうは言っても、やはり、有人戦闘機の占める比重は軽くはないだろう。日本では、イギリスとイタリアとの3カ国共同によって、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを推進するにあたり、両国との協調も踏まえて、そこで生み出される有人戦闘機の完成品を海外に輸出する方針を政治的にも固めた。具体的に、日本の現岸田政権は、2024年3月に、ようやく連立与党を組む公明党との調整を終え、防衛装備移転3原則の運用指針を改定することで、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで生み出される有人戦闘機の海外輸出を認めることとした。こうして、日本が、これまで慣習として規制してきた海外の国々への完成品の兵器輸出については、時の政権の閣議決定によって、防衛装備移転3原則の運用指針に照らし、ケースごとに判断し、必要に応じて対応する流れが確定したと考えられている。そうは言っても、ただ、闇雲に、日本が、すべての兵器の完成品を無条件に海外輸出できるようになるというわけではなく、従来通りに、防衛装備移転3原則の指針にのっとり、ことに、紛争の当事国については、それを認めないなど、一定の歯止めは残された形ではある。このような、防衛装備移転3原則の指針の弾力的な運用について、日本国内でこれに反対する個人や団体からは、非常に厳しい政府批判の声が溢れているが、大手のマスメディア等がこれらを伝えても、
大勢に影響は与えていないように思える。そこには、2022年2月以降継続中のロシアによるウクライナ侵攻や、中国による台湾有事の懸念が高まる中で、大半の日本国民は、防衛予算の増額等と同様に、次期戦闘機の完成品の輸出についても、今の世界情勢からやむなしとの見方が多いゆえだろう。いずれにせよ、政治的には、日本における次期戦闘機の完成品の輸出の是非という問題は、今日のかつての冷戦時期をも上回る勢いの世界情勢の変化の前には、いわば必要悪として消極的ではあるが、承認された感が強い。さて、そうした次期戦闘機をめぐる完成品の海外輸出という問題だが、仮に、実際に、日本がそれを行うこととなるとすれば、そのような国々が、その対象国となるのかが、次の段階として考慮しておく必要があるのではないだろうか。大まかな次期戦闘機の完成品の海外輸出先の想定としては、共同開発国のイギリスが、ヨーロッパを中心とする NATO 加盟国、イタリアが、NATO 加盟国以外の中央のヨーロッパ各国、そして、日本が、アジア及びオセアニアの国々と目されている。日本による次期戦闘機の完成品の海外輸出先の具体例としては、日本との間くらいに、防衛装備品の技術移転に関する協定を締結した国が対象であり、国としては、インド、オーストラリア、そしてインドネシアやフィリピンあたりが有力視されている。こうした国名を俯瞰してみた場合、個人的には、インドは、今や、人口で中国を抜き、さらなる経済的な急成長が見込まれるため、軍事予算の捻出という観点からは問題は少ないとは思えるが、日本側が、果たして、交渉を行えるのか否かには疑問も禁じ得ない。インドは、従来まで、波旧ソ連、現ロシアから、数多くの兵器を、購入やライセンス生産と通して調達し、最近では、西側諸国の軍事企業がセールスを激化させてはいるが、大口の契約という点では、未だ成功例は少ないのが実情に見える。ロシア・ウクライナ戦争の長期化に伴い、インドは、ロシアに発注していた兵器が、予定通りに、入手が困難となっているとも見されているが、完成品の兵器の海外輸出の実績は、ほとんどない日本が挑むには大きすぎる相手に思える。続いてのオーストラリアであるが、日本と同じくアメリカの同盟国であり、アメリカとイギリスとの間で、新たな軍事同盟であるオーカスを締結しており、攻撃型の原子力潜水艦の導入に舵を切るなど、軍事力の拡張に踏み切っている。オーストラリアは、最新の戦闘機としては、これも、日本と同様に、アメリカは、ロッキード・マーチン社が主幹となって開発された、いわゆる第5世代機と呼ばれている F-35 ライトニング2の A 型を、現在までのところ、72機の調達を計画している。今後、オーストラリアが、この F-35 ライトニング2A 型の調達数をさらに増加させる可能性もあるかもしれないが、次期戦闘機の出来次第では、検討の余地が生まれるかもしれないとも思え、日本の輸出先としては、最も現実的な国となる可能性もありそうだ。続くインドネシアは、総人口で、すでに2億人を超す状態であり、東南アジアでは、最も経済発展を進めている国の一つだが、戦闘機に関しては、韓国と同国国産の KF-21 ポラメの共同開発を行ってはいるが、これについても、紆余曲折を経ている。なんとか現状では、韓国との KF-21 ポラメの共同開発は再開された模様だが、まだまだ、国家自体が、世界的な水準で、最高峰の部類に位置する戦闘機を調達できるほど、潤沢な軍事予算を持ち合わせているとは言い難いだろう。最後のフィリピンであるが、一時期は、かつての宗主国であったアメリカの庇護下から離れ、その軍事基地をすべて廃止して、中国との接近を強めていたが、ここに来て、南シナ海のスプラトリー諸島をめぐる中国との対立で、アメリカへの回帰を深めている。ただし、フィリピンも、国家の財政的には、貧しい国であるため、最新の兵器の導入は困難であり、戦闘機についても、韓国の FA-50 をなんとか装備している程度の規模であり、
現状では、日本から次期戦闘機を調達する費用の捻出は望めないだろう。こうして、かいつまんで見ていくと、政治的に、日本は、次期戦闘機という、完成品の兵器の海外輸出に向けて大きく踏み出したとはいえ、それを実際に購入、調達する軍事費や環境にある国はかなり限定的であると言わざるを得ない。さて、そんな次期戦闘機開発であるが、日本はアメリカとの共同開発を行った現行の F2 戦闘機の2035年からの退役の開始に向けて、そこまでに実戦配備を進めることを目標において、具体的な工程に入り入ろうとしている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本、イギリス、イタリアの3カ国の政府が、共同でジャイゴと呼称される推進機関を設置。その本部は、イギリスのロンドンに置き、初代の責任者には日本人がつく予定である。実際の GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにおける次期戦闘機開発は、日本は三菱重工業社、イギリスは BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が主管し、これらによる JV 共同企業体が担う形式となる。イギリスとイタリアは、現行のユーロファイタータイフーンの代替を、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムから生み出される有人戦闘機で行う予定で、もともと進めていたテンペスト計画を発展させたと言えるだろう。中国海警局の動きが、尖閣諸島と南シナ海スカボロー礁で、さらにエスカレートし、アメリカが、大激怒との情報をキャッチしました今回は、中国海警局の対応と、尖閣諸島とスカボロー礁の動きを追っていきますね。スカボロー礁は、日本の尖閣の未来の状態かもしれません。そこにあるのは、現在のフィリピンに対する海警局の動きです。またまた、サンゴを、埋め立てのために放出しているとの話も出てきました。国連常任理事国のすることかな。最後まで見てくださいね。フィリピン当局は、4月30日、中国と領有権を争っている南シナ海のスカボロー礁、中国名、キーワ島周辺で、中国海警局などの船が、フィリピン船2隻への衝突や放水を繰り返したため、2隻とも損傷したと発表しました。発表によると、同日午前10時頃、漁船に食料や燃料を提供する任務についていたフィリピン船2隻に向け、中国の海峡船など10隻が高圧放水を行ったとのこと。フィリピン船は、8回以上の放水と3回の衝突を受け、手すりなどが損傷したそうです。フィリピン側は、フィリピンが、自国の排他的経済水域 EEZ 内で、合法的な活動を行っていることを無視した無責任な違法行動と、声明を出して非難しました。対する中国海警局報道官は、同日、早速、不法侵入に対して、必要な措置を取っただけだと正当化する談話を発表しました。日本での事件を紹介します。石垣市は、4月27日、尖閣諸島の海洋調査を行ったそうです。その際、中国海警局の艦船から調査船まで約 1km 距離に接近されました。昨年1月に実施した2回目の調査では、中国艦船は調査船から目視が困難なくらいの距離を空けて追跡されていたようです。つまり、今回の調査に対して、中国側が、より強硬に対応してきた可能性があると見る向きもいるようです。この日は、調査船に、
防衛省経験者の稲田衆院議員などの国会議員が乗船していることが公表されていたため、メンバーの一人青山参院議員は、中国側が情報を得て、日本の国会議員が多く乗っていたので、圧迫してきたという推測を示したそうです。海上保安庁は、領海侵入した中国艦船2隻に対し、巡視船を10隻以上動員、進路規制などを行い、中国による調査の妨害を阻止しました。前出の青山氏によれば、調査船がドローンを飛ばした際、中国艦船が飛行ルートの下に先回りするような行動をとったため、彼はドローンが撃墜される危険性があったと話しました。また、中国側は尖閣周辺の海底などを熟知していますが、日本は海底調査を行っていないとして、政府の対応を求めたそうです。乗船したメンバーの一人和田衆院議員は、調査船を妨害するような中国艦船の行動に、尖閣が本当に日本の施政下にあるのだろうか。我々の領土を守るため、今後は積極的に施策を打ち出すべきと強く主張したとか。こういった中国の行動に対するネット上の意見を見てみます。日本やアメリカは、一体、いつまでフィリピンに孤軍奮戦させるつもりなのか？今回の事例は、中国による国際法違反というだけではなく、巡視艇が損傷するほどの高圧放水や物理的な衝突をしたことは、立派な攻撃であり軍事活動ではないか。独裁国家は、民主国家の躊躇、決断の遅さ、外交的不作為につけ込んで、悪用する。放置すれば、さらなる侵略を進めるだろう。それが、歴史の教訓ということじゃないか。アメリカは、中国を批判はしても、フィリピン側に立って対応することは絶対ない。フィリピンと軍事協定を結んでいるのにもかかわらず、結局、アメリカは中国との戦争は、何があっても回避したいということ。中国にそれを見透かされているからこそ、中国は、フィリピンにこういった行為を繰り返して、フィリピンを島から追い出そうとするんだろう。中国のやり方を見て、ロシアや北朝鮮以外の親中派国が、これじゃ、中国とはうまくやっていけないと発言するのなら、中国も、強硬な態度を変えるかもしれないけど、中国から、経済的な恩恵を受けている国は、正義より自国が大事なのは当然。となると、日本も危険だと思う。例えば、中国軍が尖閣に上陸して、既成事実を積み重ねても、アメリカは排除しようと動きはしないと思う。すぐにでも、中国の決断次第で尖閣に上陸される可能性がある。しかし、そうなったとしても、海上保安庁も自衛隊員も動けないだろう。明日は我が身。フィリピンほどの気概があれば、中国が尖閣諸島で、これほどに我が物顔のやりたい放題はできないはずなんですけどね。いずれ、中国は必ず行動を起こすだろう。だからといって、無人島の争いごとにアメリカが出動するのはありえない。もし虎が現実化したら、100% ない。アメリカ軍を引っ張り出すには、まず、日本が、流血覚悟の気概で中国と対峙、日本の尖閣への上陸作戦を成功させなければならないことになる。日本が尖閣に駐屯すれば無人ではなくなるし、中国が、再度の上陸とばかりに火器を使ってきたら、アメリカ軍も、重い腰を上げざるを得ないだろう。それまでは、日本の得意とする移管砲をアメリカ軍も撃ってはくれるだろうけど、そこまででしかない。もっとも、日本の移管砲とは違って、空砲だったとしてもアメリカ製なら煙ぐらいは出るだろうね。だからといって、そんなものに中国がビビってくれるとは思えませんが、この件だけでなく、中国や韓国野党の言動や行動に対し移管法でしか対応しないのはどうしてでしょう？もっと厳しく対応すべきでは？時には中国の海上警備船との体当たりの上、自国領土への侵犯行為として、打破すると宣言するぐらいの気概を見せてくれても、と思うんですよね。韓国の竹島上陸に対しては、自国領土への度重なる侵略行為として、しっかりとした対抗策を講じるべきではないかとも思う。例えば、強硬派の日本の政治家たちも、竹島に上陸するとか。
今まで国民相手に勇ましいことは言ってますが、実行したことはありませんよね。言葉通り、一歩も引かない覚悟を見せていただきたいものですよ。まずかいより始めよってね。政治家がお手本を見せてくれなきゃ。石垣氏が企画しチャーターした調査船に自発的に乗っていた国会議員。つまりは個人参加でしょうか？料金はどこから出たのかは明らかにしていませんよね。日本政府が仕立てた公船ではないことになっていますが、日本政府の関与は領域内での自国民の活動の安全を確保するため海上保安庁の警護活動だけです。海保は今回も海峡を寄せ付けず、放水、接触といった事故の発生を防いで安全を確保し、日本政府の実効支配をしっかり見せつけてくれたという声も聞きました。この石垣市の調査船には、メディアクルーが乗船したり、ドローンの搭載もあったようです。フィリピンの南沙のような事件を期待しているとは考えたくありませんが、メディアの活動が、中国や日本政府に向けた政治的挑発、もしくは自己顕示だったんじゃないかという意見もあるようですが、今や御用機関に化したようなメディアに、そんな気概があるでしょうか。あったらむしろ喜ばしいと思いますけど。概要で、1000トン以上の船舶が一定の進路速力ではなく、不規則な航行で 1000M まで接近するのは、極めて危険な状態と言われています。しかしながら、海軍や法執行機関の艦船が、対象国などの船舶に対し、監視や法執行を行う際には、1000M という距離まで近づくことはあり得ることですし、国会議員がいたからというのは、少し穿った見方では？国会議員が乗っているから、少し嫌がらせしてやろうぐらいは考えたのかもしれませんけどね。もう一つ、海峡船が日本のドローンを撃墜するかもしれないという不安を訴えた議員がいたようですけど、海峡船の対空能力、そもそも海峡船は軍艦じゃないので、対空船という概念もスペックも持ってませんわ。軍艦に比べて極めて限定的ですし、調査船から魚釣島にドローンを飛ばしたとしても、海峡船の上空を飛ばない限り、撃ち落とされる危険はありませんから、心配ご無用でした。